はい、皆さん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね、今回も例のあれ関連の新たな情報のアップデートなどをしていくのとともに、あとは日本の政治家たちの超ドン引き発言の数々、そしてアメリカ大統領選関連のですね、情報にも触れていきたいというふうに思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。で、ここで一つ告知なんですけれども、明日9月の9日にですね、ラストメッセージフェスティバル 9.9 というところでですね、もうこの界隈のですね、もう名だたるインフルエンサーの方々とともに、超大規模オンラインイベントを開催いたします。こちらですね、すごいのが最初500人からですね募集をスタートしていたんですが、ちょっとご応募がね殺到しまくったということでですね、今現在5000人まで、ご参加可能なね状態になっています。しかしながらですね、すぐにですね埋まってしまうようなね勢いで、増えていっているような形になっておりますので、まだ、ご応募などされてない方はですね、普段はですね満単位のチケットでですね講演会など開いている方々のですね、お話、そしてしかもそれが対談形式というですね、ある種の生の声としてね聞けるっていうようなね、そういったですね貴重な機会にもなっておりますので、無料でご参加できますので、ぜひまだですねご応募されてないという方はそちらの方よろしくお願いいたします。詳細は概要欄の方に貼り付けておいてありますので、そちらの方からですねご確認などしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで今回の本題の方にね入っていきたいというふうに思うんですけども、まず最初に自民党総裁選関連のお話からいきたいかなと思うんですけども、これマジやばいっすよ本当に。それこそですね9月の6日にですね小泉進次郎さんがですね、記者会見を都内で、やったと、行ったということでですね、これに関するところで結構 X 上などでもですね、様々なご意見が飛んでたかなというふうに思いますし、特に今回ですね、珍しく進次郎公文が出てこなかったわけですよ。で、そのですね、記者の質問とかが結構ね、こうムカつくようなニュアンスのね、ワードが多かったりとかしたにもかかわらず、この小泉進次郎さんですね、かなりですね、温和な感じでね、受け答えしていたということで、その当日とか次の日ぐらいまではですね、なんか結構ですね、高い評価をね、下すような方が多かったのかなという印象があるんですけれども、そりゃそうだよねっていうことがね判明しまして、これがなんとその記者会見自体が全て仕込みでやられていたということで、そりゃそうかというかですね、そんなね進次郎公文がね一発も出てこないなんて普通ありえないなっていうね、ところであったんですけども、やはりこういうね形でしたかというわけでですね、それによって、小泉進次郎さんのですね出馬会見がやらせだったということがね、分かった、判明したと、もう一瞬にしてですね人気が、失墜するようなね、そういった形になってるわけですよ。で、そもそもなんですけど、僕は思うんですよ。やらせとかね、仕込みがなければまともに受け答えできないような人間がね、そもそも政治家のフィールドにいていいのかっていうところですし、そもそもそんな仕組んでおかないとどうにもできないようなね、レベルなのであれば、総裁選とか首相にさえも立候補しちゃダメだと思うんですよね。普通そうじゃない？だって日本の舵取りとかをしていくような人ですよ。立場的にはね。そんな人がですよ、自分の言葉とかじゃなくて、もう誰かがね、答えをね、書いてたかのようなです。そういった受け答えしかね、しないような場でね、今回のようなね、形で、やるっていうのはですね、ちょっとさすがにですね、無能にも程があるんじゃないかなっていうふうにはね、思いますよね。で、これもそもそもなんですけど、その程度の自分の実力が自分で分かってない時点で、もうリーダーとしての気質がもうないわけです。資質としてないわけですよ。だから普通にね、国民のことを考えていたりとか、本当に日本のことをね、考えていたりとかするのであれば、自分自身の今現在の能力値とか、そういったものから見たときに、それが可能であるのかどうなのかとかもそうですし、ある種挑戦をすることもね、大事だとは思うんですけれども、にしてもちょっとレベルが足らなすぎるときって、そこは引いとけよっていう風なね、タイミングってあると思うんですよね。で、なんですけれども、このね、いい大人がですね、そんなことができてないという時点でですね、もうこの総裁選というか、この小泉進次郎を支持している人間もそうですけれども、全てが破綻していると言わざるを得ないんじゃないかなというふうにね、感じるところですね。もう本当こんなのを支持してるやつって、マジで自分が、いかに無能かっていうことをね、世に知らしめてるだけかなというふうなね、レベル感かなというふうに思いますんで、直ちにやめた方がいいんじゃないかなというふうに思いますよね。で、さらにですね、そのね、総裁選というところです。河野太郎の方がね、いるかなと思うんですけども、またですね、自身のね、ライブ配信の時にですね、ある発言がですね、かなりね、引っかかってるっていうね、ところであるんですけれども、まだ日本端子とか言ってる変なネタウヨが根も葉もないようなデマを散々流したんで、これ参議院選挙が終わったら法的に訴えてやろうかと思っていますと、覚悟しろというふうなことを言ってるわけですよ。そういうふざけたのは許さない、徹底的にやっていこうと思いますみたいな発言をしてるんですけれども、いやちょっとそれで言ったらよ、それで言ったらね、徹底的にやりたいな国民側じゃねっていうふうに思うんですよ。別にそっちが徹底的にやると言ってるんであれば、それはやればいいんじゃないのっていうふうに思うんですけど、どっち
ちかっていうと今までのこいつらがやってきていて、しかも何の責任も取ってない、しかも様々な被害だったりとか、まあそういった害悪なことが起きていたりとかするにもかかわらず推進したりとか、まあ、した結果ですね、各方面で様々な害が出てるわけですよね。でそういったところに質問が来ればですね、所管外だと逃げ、まあ、次の質問どうぞというですね、まあ、舐め腐ったことばっかり言ってるね、まあ、こいつの方がはるかにクソだと思うんですよね。でそんな中でですね、まあそれこそですね、まあここ最近より増えてきたなって思うのが、このデマを散々流したんでとか、まあそのね、法的措置を取りますみたいな、いかにもですね、権力でしか物を語れない、まあ無能ですよね。まあさっきも言いましたけれども、まあそういったやつだから言いそうなワードしかこの人吐かないわけじゃないですか。僕思うんですけど、何の実績もなく権力だけでしか何もできない人間って究極の無能だと思うんですよね、マジで。今ね、この人たちに共通するポイントっていうのは、まあまず世襲であるっていうね、ところかなと思うんですけども、まあ世の中にはね、まあ親の七光とか、まあそういった風に言われながらも自分で努力をして様々なことをね、勝ち取っていってるすごい人っていっぱいいると思うんですよ。でもね、特にこの政治家に関するところで言えば、まさにその親の七光だけで生きてきたような形になっていて、自分の能力とか、そういった他者との対話とか、まあその自己成長的な部分を全部欠如したまま年だけ食ってきてるような、何のためのお前人生を送ってきたのみたいなね、連中が権力だけを持っちゃってるような形になってるわけですよ。もうこれ最も危険な状態だと思うんですよね、はっきり言って。だからマジでですね、ワンピースとか見てる人わかるかなと思うんですけど、天竜人っているじゃないですか。もうまさにね、今言ったような、権力だけでしか物を言えないような連中の集まりだったりとかするわけですよね。まあそれをルフィはですね、もう顔面ぶっ飛ばしてね、まあ世界に喧嘩を売るというふうなね、まあ構図になっていたりとかするわけですけれども、まあなんか日本にもね、なんかそういう感じ必要だなっていうふうにはね、普通に思いますね。で、さらに、もうこれが一番信じらんないっていう話なんですけれども、これやばいっすよ。今、米不足がどうたらこうたらとか言ってるじゃないですか。まあそんなもんね、もう何年も前から分かっていたようなね、話ですし、そもそも食糧危機とか、なんかいろんなね、不足に関しては、すべて、その政府によって起こされると、引き起こされる、まあ人災なわけですよ。まあ必ず意図を持ってやられるわけですよね、どっかしらでね。だからまあこれに関してもですね、やはり、まあ農家さんだったりとかいろんなところの話を聞けば、JA が止めてるとかね、まあそもそも、店頭に並んでないのはどっかで止められてるからっていう話もね、いろいろあったかなというふうに思うんですけれども、まあその辺のですね、まあ米不足の解消時期について、坂本農水大臣はですね、記者から問われた際に、スーパーの店員は水曜日に入る予定と言っていた。だから、早晩解消すると思うというふうな話をしてるんですけども、これやばくないですか？だって農林水産大臣ですよ。農水大臣の一番信頼してるソースっていうのが、スーパーの店員という衝撃の事実ね。じゃあお前何をやってんのみたいな。お前その立場で一体何をやってんのっていう、ね、話だったりとかするわけじゃないですか。これどんだけやばいことか皆さんね、周りの人に伝えてほしいなっていうね、ふうに思うんですけれども、ちょっと頭悪すぎるというか、バカすぎですよね。なんか逆にもっといい言い訳あるやろっていうふうに思うレベルだったりとかするんですけれども、こんなバカ丸出しの状態でね、まあ、答えるっていうことは、まあ、日頃から多分自分がおそらく管轄するような、まあ、仕事内容とかを多分把握してないんでしょう。いろんな角度からね。だからまあこの行き当たりばったりでね、そんな質問が飛んできちゃうわけだから、まあなんかこういったですね、まあ身も蓋もないレベルの情報しかね、まあ出てこないというね、形になってるんじゃないかなって思うんですけれども、ただ逆に言うと、日本の政府のまあ情報源レベルとか把握レベルの状態ってそういうことなんじゃねえのっていう話になってきちゃうわけじゃないですか。政府いる？みたいな。民間でみんなで助け合いながら回した方が確実に回るぜ、これ本当に。で、なんなら今の政府がいるから、日本国民の大半が、まあ、経済的にも苦しくなってたりとか、まあ健康被害的なね、ことをですね、もうたくさん受けてるわけですよ。生まれてすぐからね。そんなところから考えていくとですよ。なんか選挙とかどうとかなんか言ってる、その前にですね、政府いる？みたいな。もうそういう問題があるんじゃないかなっていうふうには個人的に思うところですね。だから皆さんその辺に関するところでご自身の意見などありましたら、ぜひコメント欄の方に書き込んでいただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。で、次がですね、アメリカ大統領選関連のお話をちょっとサクッとお話ししていきたいと思うんですが、まあこれがですね、先日、現アメリカ大統領の息子である、まあハンター・バイデンがですね、裁判で有罪を認めたということですね。まあ僕のね、先日の動画でもね、いろいろお話ししたかなと思うんですけれども、まあそれによって刑期がですね、まあ17年になる可能性があると、懲役17年の可能性が出てきているというふうなね、話が出てたわけなんですけれども、
これですね、むしろこの有罪を認めたことによって、バイデン一家の勝利になる可能性がね、まあ、出ているっていうことでですね、なんとですね、この有罪を認めた次の日にですね、カリフォルニア州のですね、まあ、高級レストランで、ハンター・バイデンがもうね、めちゃめちゃね、笑顔でね、食事してる光景がですね、リークされてたりとかしてですね、まあ、結局別に何の反省もしてないわけですよ。で、さらにそのね、一応法廷の方のね、証言に関してもですね、全く、まあ、反省のね、色はないっていう形で、別にその納税とかね、そういった部分を、まあ、支払うとかね、そんなことはね、発言として一回も出てこず、どっちかっていうと、自分はドラッグと戦ってるんだ、みたいな、なんかそういう、俺頑張ってるんだぜアピールみたいな、なんかそういう方が強かったんですよ。で、これ何がバイデン一家の勝利になる可能性があるのかっていうとですね、もうこの、有罪をね、認めたことによって、まあ、ある種のですね、刑期の、まあ、軽減っていうのが、まあ、されるっていうようなね、こともね、仕組みとしてあったりとかするっていうところなんですけれども、今、ジョー・バイデンが大統領なわけじゃないですか。だから、恩赦を与えられちゃうわけですよ、立場上ね。まあ、カマハリになってもそうなのかもしれないんですけど、この、まあ、2025年の1月の20日までは、このジョー・バイデンが大統領の状態なわけですよ。だから逆に言うと、2025年1月20日までの間に、このハンター・バイデンは恩赦を受けることができる可能性が非常に高いというふうなところなわけなんですよね。で、まあ、それだけじゃなくて、本当にレイプとかもそうですし、まあ、ペドフェリア的なね、まあ、そういった動き方もね、まあ、あったりとかするっていうわけなんですけども、今ですね、取り出されてたりとかするのは、この脱税関連のお話であったりとかすると、まあ、120万ドルぐらいのですね、まあ、納税を怠っていたっていう話があったわけなんですけれども、まあ、逆に言うと、それを前に出して、もっとやばいような案件っていうのを全てこの御社で揉み消そうみたいな、なんかそういう流れになってるんじゃないかなっていうね、イメージですね。まあ、なので、様々なね、ことは考えられるんですけれども、多分それが一番可能性として、まあ、でかいんじゃないかと思いましたので、ちょっとお話をさせていただきました。まさにバイデンクライムファミリーということでですね。なんでこういうリベラル系な連中ってほんとクソしかいないんですかね、マジで。はい、で、次がですね、例のあれ関連のお話に入っていきたいと思うんですけれども、まあ、まずね、これ衝撃的な事実というか、むしろ答え合わせっていう部分になるんですけれども、それこそも何年か前にあった例のあれの騒ぎ、マスクつけろだ、ソーシャルディスタンスだ、ロックダウンだ、みたいな、まあ、いろんな話があったと思うんですけど、それがですね、なんと世界経済フォーラムで大暴露されたということで、まあ、これがですね、ニューワールドオーダーへの服従を示すかどうかっていうところの、まあ、テストであったと、テストプレイであったというふうなね、話が出てきてるわけなんですよね。で、まあ、実際このファウチとかは認めてますけれども、科学的な根拠とかそんなもの一切なかったんですよ、と。まあ、ただ思いつき、おぼろげながらに浮かんできたんですよ、みたいなことをやってたわけですよね。で、ただそういった中で、まあ、明らかにいかれちまってるようなことがね、ま、いろいろあったわけですけど、そういった不条理極まりないような、命令措置に対して人々がどういう反応を示すのか、どんな人たちが従うのかっていう、まあ、それを把握したかったっていうようなね、話が出てるんですね。つまりよくですね、まあ、プランデミックだというふうに言われてたりとかするかなと思うんですけれども、まあ、それこそ僕らもかねてより言ってきましたが、まさにそれだったというわけですよ。で、まあ、結局ね、まあ、本当に、ま、ニューワールドオーダーっていうね、方向、まあ、ベーシックインカムとかそういったものもそうですけれども、もうどんどんね、急加速的にね、まあ、日本も含め、まあ、緊急事態条項とかね、そういったものがね、まあ、そこにね、まあ、行き着くようなね、ものになるかなと思うんですけれども、どんどん推し進められていってるわけですよね。まあ、そんな中ですね、そこに抗う術というのは、結局自分自身の経済力を自分自身でちゃんとつけるしかないっていうところと、あとは、ま、健康知識をちゃんとつけて、ちゃんとした対策だったりとか、あとはやらなくていいものはやらないということをね、まあ、徹底したりとか、まあ、そういったことが必要になってくるわけですよ。まあ、今の日本の流れとかを見ていてもね、わかるかなと思うんですけど、どんどん貧しい人が、まあ、量産されるような、まあ、そういった形になっていってるわけですよね。だからその渦に巻き込まれていってしまうと、まあ、政府の助けなしには生きられないと、生活できないというふうな形になってしまって、まあ、そういった給付だったりとかもそうですし、まあ、それこそね、まあ、これから始まるかもしれないベーシックインカムっていうね、部分とかのね、紐付けがね、されていくとですね、どんどん自由性を奪われるような形になっていって、もうあなたの行動のすべて、思考のすべてというのが、まあ、国やね、まあ、世界政府というか、そういったところに把握されるような形になっていくというふうなね、まあ、状況に、ね、なっていってるわけですよ。本当にね、やばすぎるんですけど、だから、まあ、自分たちでですね、本当に、まあ、経済力向上っていう部分ですね、よくね、まあ、例のあれに関するところの、まあ、危険喚起とかをね、してくださってる方っていうのは非常に多くいるかなと思うんですけど、そこだけじゃなくて、まあ、現実面のですね、まあ、いろんなね、まあ、豊かさもそうですけども、対策ができるような
まあ、そういったアセットっていう部分をね、まあ、作っていくっていうのも非常にね、大事になってくるかなというふうに思います。まあ、そういった情報に関してはですね、僕の公式 LINE などでもですね、発信していきたいというふうに思っておりますので、まだですね、公式 LINE のご登録などお済みでないという方、概要欄の方に貼り付けておいてありますので、ぜひ、登録のほどよろしくお願いします。で、今ですね、さらにね、まあ、レプリちゃんがですね、これから出てくるっていうところでですね、ホットペッパービューティーとかね、その辺でですね、そのレプリちゃんをやった人の入店拒否の店がめちゃめちゃ出てきてるっていうね、話は有名かなと思うんですけども、これ飲食店とかでも結構出てきていたりとかね、するということで、だからこれからね、温泉施設とか、まあ、様々なところやってない人たち、なかなか行けなくなるんじゃないかなっていう風なね、レベルの話になるわけですよ。もしかしたら、そのやってない人だけオンリーの、まあ、温泉とかマッチングアプリとか、まあ、作ったらもしかしたらめっちゃ儲かるのかもしれないんですけど、まあ、そんな感じですね。結構ね、やはりこの危険性に関する部分ではですね、多くの方がね、まあ、実際に売り上げとか下がる可能性がね、高いと思うんですけども、それでもこういった形やってるっていうのは非常にですね、リアルな状態かなというふうに思いますので、まあ、これから10月1日から世に出回るというふうに言われてたりとかね、まあ、すでにもう出回ってたりとかもするところもあるんですけれども、まあ、それがね、どういった形になっていくのかっていうね、まあ、その正確なことっていうのはね、全くわかんない状態ですので、まあ、だからこそ、まあ、注意をね、していくことが必要かなと思いますし、一歩引いて俯瞰した状態で見ていくことが大事かなと思います。もう本当にですね、政府に言われるがままにやっていたら、もう本当に知らない間に殺されるようなね、形になるかなというふうに思いますんで、もう多くの日本人にですね、まあ、そういった情報が届けばなというふうに思いますので、まあ、僕も微力ながら今後もですね、発信を続けていきたいというふうに思いますので、ぜひ皆さんもですね、一緒に発信していけたらと思いますんで、よろしくお願いいたします。またこういった情報ありましたら、僕の方でもね、集めてお話ししていきたいというふうに思いますので、ぜひ今後ともこちらのチャンネルの方よろしくお願いいたします。で、今ですね、この YouTube の規制がまだまだ厳しいというところで、こちらで発信できない内容に関しては、僕の名刺で X やサブスタックなどで発信をさせていただいております。そちらの URL は概要欄の方に貼り付けておいてありますので、まだフォローやメルマガ登録などお済みでないという方は、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。